すするのミッドナイトTVということで、夏といえばアイス、アイスといえばこちらガリガリ君ですよね。ガリガリ君チャレンジみたいなの最近やってるじゃないですか。みんなめっちゃ早く食うのはやんないんですけど、まあ、酒も飲みてえなっつって、お酒と合わせてどのお酒とこのガリガリ君ソーダ味は合うのかっていうの。ガリガリ君サワーとかあるしね。ね、全然あるから、いろんなお酒飲みましょうね。せっかくだから酒も飲める。酒だ酒だ、イエーイ。とりあえずうちにあるお酒を持ってきました。はい、そうだね、ビールはやめとこう。絶対合わないでしょ。絶対に合わないから。絶対合わないと思うわ。普通にうまく飲もう今日は。まあスミノフもまあ、うん、片方でいいね。一緒で一緒、うん、はい、はい、じゃあまず一杯目はこちらの梅酒。おお、別に普通だわ。ただ梅酒を注いだだけ。ああ、感動屋さんじゃん。どうぞ。ガリガリ君、食うな食うな。うまい。入れてみます。じゃあ、はい、でかいかな、ガリガリ君。でかいな、おい。どうやってやってんの。なんか砕くかもしれない。砕いちゃうわ。じゃあまあまあロックっぽくなったよ、うん、なんかやっぱりアイスが入ってるからちょっと冷たい気がする、いつもより。はあ、冷たさ、うん、冷たい。そうじゃん、冷たさ忘れてたわね。全然覚えてなかった。いただきます。うわ、合わないんじゃんその顔。いや、好きな人は好きだと思うわ。いただきます。うまいじゃん。あ、ほんと？いける、うん、そう、多分甘いの好きな人はいい。ああ、まあそういうことだね、うん、まあでも普通のサワーの方が甘いかな。まあその気はする、うん、すげえ。まあでも飲みやすさはすごい。まああるね。めちゃくちゃ飲みやすい。あ、飲めるな、うん、うん、助かる。おお、なるほど。助かるよ。助かるね。助かる助かる。はい、じゃあ2本目はもうハイボールあるのかな。ハイボールガリガリハイボール、ハイボールガリガリハイボール。さっき多かったんで、まあ、ちょっと多かったね。ちょっと半分にしてみて。はい、でも半分くらい入れました今、うんうん、ちょうど良さそうだね。ちょうど良さそう。氷代わりにガリガリくんですね。あー、なるほど。全然いけるっちゃいけそう。おつですねこれ。日本の夏季語。おお、これハイボールあんま得意じゃないっていう難点が。いただきます。うわ、ハイボール強。合うかって言われたら別にだから、あんま変わんないし、まあ、冷たいよ。冷たい。あー、苦手。まあハイボールが苦手だわ。微妙です。飲み慣れない酒を飲んだから結構すでに若干テンション高い。かわいい。いやいやいや、次行っちゃいましょう。はい、次は、そう忘れてたわ。次はスミノフアイス、大学2年生が飲むお酒ですね。確かに。久しぶりに味の確認。うわ、懐かしい味するわマジで。木村くんがよく飲んでた。童貞の木村くんが。童貞言うな。なんか色味がいいよねすでに。色から合う、うん、涼しそう。でいただきます。めっちゃいいする。うん、うまい。あー、来た。うまい。まあこれは予想してたわ。うん、うまいと思うわ。あ、これだこれ。あ、飲みやすい。飲みやすすぎて危ない。しっかり美味しくなってるっていう。素敵。はい、次は、まあ、俺的には本命だけどジムビーム、うん、まあ、ウイスキーですよこれは。まあ、ウイスキーとバニラアイスとかで飲むの結構好きなんで。いいね。先にガリガリきますとかな。あー、確かに。テンション、おお、テンション上がる。なんかこれだけでテンション上がるな、ね、テンション上がる。なんで。あー、いいね。おわ、いいね。おわ、熱い熱い。おしゃん、安いおしゃん。安いおしゃんだ。砕きましょう。砕かないと溶けないんだね、うん、この感じだとだいぶロックっぽくない。ほんとだ。ウイスキーロック、うん、ガリガリくんでっつって。これちょっと嬉しいよね。それもう氷とガリガリくん来ちゃうけど。ウイスキーガリガリって言ったらウイスキーガリガリいいな。飲んでみよう。あー、強いなやっぱウイスキーって。全然ガリガリくんの味がしない。ガリガリくんを先に食べる戦法。いかんいかんいかん。ウイスキー関係ねえじゃねえかよ。ただガリガリ君食った人だな今。あ、このガリガリ君がうまい。あ、ちょっと使った。おう、じゃあガリガリ君酒蒸ししたらさ、蒸したらなくなる。わ、すげえよかった。なんか、ふんわりとウイスキーのフレーバーが。最後はワンカップなんですけど、このさ、知ってるよ合わないのこれ。この中入れたいね。ってことはちょっと飲まなきゃいけないのか。あ、そうか、溢れちゃう。うわ、きつ。そんな短時間で飲むんじゃないからガバガバ。これはまあ入んない。一回開けました。オッケー、オッケー。いや絶対違うよこれ。試験管みたいな。バリウムみたいな。この感じバリウム感すごくない？すごいね。ありになっちゃった。え、なんか癖がすげえなくなった。へえ、すっきりしちゃうんだ。すっきりした。ワンカップのくせにすっきりしちゃった。そういうこと言わないでしょ。本当だ。ね。俺の知ってるワンカップじゃねえ。ね、全然違うよね。ワンカップだって200円ぐらいでしょ？ガリガリ君は70円ぐらい。度数的には結構高いでしょ。何を言おうとしてんだろうな。マジ結構酔ってる。本当にただ数字を並べただけだよ。すげえ嫌だねそいつ。数字を並べたやつ嫌だろ。あ、ありだな全然、うん、裏切られたぜ、うん、笑いは裏切りだからね。あ、笑えるぜ。どうしたの。ええ
ワイルドだぜ。いや、だろうだろ。ワイルド。なあ、ちょっと。これ以上カメラ回しててもいいこと起きてますか。酔い？イエーイ！酔いかよ。酔いかい。イエーイ。それ酔いなの？いや寝てるし。そんなことある？